マギカフェスティバルプレミアム来たぞ。めちゃくちゃだ。はい、どうも、極限パチンコチャンネルのジェイです。今回ね、新台の窓巻きが出たんで売っていくんですけれども、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよね。本当に初代の窓巻き僕死ぬほど売ったんですよ。だからすごく楽しみにしてたんですよね。窓2もめちゃくちゃ売ってきたし、この窓巻きシリーズはね本当にやばいぐらい売ってきたんで、この窓巻きも面白かったらちょっと打ち倒そうかなと思ってるぐらいです。で、スペックの方なんですけれども、設定位置がちょっと辛くて、設定位置が 97.6% で、6が 113% ですね。あとは AT 入ってしまえば機体枚数が1000枚オーバーと、 AT 性能がすごく上がってるんですよ。そういう面も含めて今回はね、熱い実戦をやっていこうと思います。それではいきましょう。ちなみに通常時のこととか AT 中の演出のこととかはあえて何も調べてないです。これ本当にね、僕今まで配信でね、こうやって調べずに売った回3回ぐらいあるのかな、全部を買ってるんですよね。だからこの窓巻きも多分勝ちますね。あえて調べてないんで、とりあえず今までの窓巻きを踏襲するんやったら、おそらくジャックチェリーに設定されますよね。やっぱり初代とか取ってみても確率忘れたけど、1なら108分の1で6なら80分の1とか、それぐらいまでありましたからね。まあそういった面も見ていきますか。通常時ちょっと今調べてみたんですけれども、通常時は強烈役でボーナスの抽選してるみたいです。ゾーンとかはないんかもしれんね、100とか200とかで。そういう面も調べていきたいな。この窓巻きの音は、あ、普通に聞こえてる、よかった。キューベ走っていきましたね。何がしたいん、何このキューベ直り、さやかゲット、どういうこと、さやかゲットしましたよ。とりあえず左のところでアイテムゲットしてますね。あ、バランスで言えば声なら、あ、また溜まっていきましたね、さやか。何これ、意味が分からん。多分さやか溜まるってあんまりよくはないよな。このパチスロにおいてさやかってゴミキャラ扱いじゃないですか。だからこれが溜まってもそこまで意味ないんじゃない。それかなんか青色に光ってるから今リプレイ引いたらチャンスやったみたいな、そんな感じのことはありそうですよね。あのゴミが来た時にリプレイ引いてみたいな。おい、一応天井はね999ゲームでビッグボーナスに必ず当選するらしいです。いや、やばい、1万円なくなった。はあ、この台1万円を何やと思ってんねん。めちゃくちゃハイペースでなくなったぞ。投資が2万円目ですね。昨今のパチスロはお金がなくなるスピードが速い。極パチの J です、よろしく。お、ちょ、これで当てて伝説起こすか。このスイカからなんかマジカルチャレンジみたいな抽選してるもんね。え、何これ、おい、これ結構熱いんじゃん。今までの窓巻きならもしマジチャレ挑戦してたらなんかキューベチャレンジみたいなとか言ったもんね。いきなりストライクチャレンジ。でもこれ強子の演出だから熱いんじゃん。どうですか、いや、お前が投げんのかよ、強子投げてくれよ。おお、びっくりした。窓かチャンス入ってきましたね。スイカから子役引いたら継続って書いてあったな。どうなっちゃうの、子役引いてんけど、あ、だからこの場合は継続ってこと。さあ、バツハテナハテナ、真ん中でいくか、どうですか。で、ダメだったと。マギカポイント2ポイント、これ3つ溜まったらどうなんねろね。これ貯めていきたいところ。チャンスゾーンに入った場合ここの継続率を使って対戦できるんやって。どうやったらチャンスの入んのって言ったらビッグの後とか AT 終了時に入るんやって。はい、ジャクチェリーからなんかこんなん抽選されてんねんけど、スイカだけじゃないんや。ダメ、うい、ジャクチェから行ったけど、これ設定差ないの、マドカチャンス普通スイカからじゃないん。これたまりましたね、3つ溜まったんで魔女探索だと。で、これでボーナス抽選よな。はい、青、何何これ、赤までいってんけど、これ熱いやろ、これ多分当たりましたよね。いや、こっちも楽しみや、俺も楽しみにしてるぜ。
これ初代やったら星3以上やったよな。まあまあ当たった演出。芸術家の魔女を倒せ。これ多分チャンスアップですよね。倒してくれよ。はい、あとは魔女だけ。どうなっちゃうの。いくやろこれ。 OK 当たりましたね。403ゲーム。右のマギカポイントから。いや喋らんのかよ勝っても。目うるうるさしてるシーンだけかよ。行こう。何か喋ると思ってたけど。でこれでビッグボーナスもしくはプチボーナスのどっちかやな。紫奈良が平行に揃えばビッグだと。ビッコイ。オッケー。とりあえずビッグだった。ナイス。いきましょう。チャンス告知、キューベイ告知、スクラッチ告知。まずはこのチャンスでいこうか。はい、おなじみのね。どうした、何これ。ダメで、ビッグボーナスは20ゲーム。ちょっと少ないな。この20ゲームの間にレア子役とか引いてどうにかしろって感じか。レア子役引くの結構得意やから。レア子役プロって言われてるから。惜しい。後ろからめちゃくちゃいい音流れてる。え、3つ行ったけど先制ゲット。え、まだゲットちゃんこれ。はい、継続率アップ2。むちゃくちゃこれゲットしてくれるやん先生なんか。え、引いてんけど。レア子役やっぱりうまいやろ。このさ先生なんか強そうじゃない。さらにゲット、継続率アップ。で先生1個と継続率アップ、まだたまる。なかなか上にいかへんね。でこれで終わりか。左立ちうん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 とか言ってますね。ネクスト舞台装置の魔女行こう。これがチャンスオン。突破すれば無事 AD と。 AD がやっぱ1000枚ぐらいあるからな。なかなか突破難しいやろね。待って、でも 70% って、ええええ79なんかこの楽勝やろ。行こう、絶対いけるやろ。パチンコの ST みたいな継続率なっとったぞ。戦いに集中頼むぞ。そして先生やもんな。はい、お、レア子役じゃない。これレア子役ではない。先生がどう影響していくのか。引いたやけどレア子役。強チリ来い。弱チリ、あ、そういうことね。5個突破したら AT で1個1個突破する確率が 79% みたいな感じか。了解。平均でも79って5連ぐらいあるから、その確率通りに引ければ AT にはいけるはず。長いから、なるほど。あ、でも9名通ったからチャンスアップじゃない。しかもレア子役結構うまないかこれ。強行大丈夫でしたね。これ攻撃してるんで。やばいやばい、何これ。もともと継続してた場合この子役どうなるんやろね。オッケー、2つ目突破。え、そんなんもあるの。え、またレア子役引いていくの。やばない、引き怖なってきてんけど。ジャクチリ2つ撃や。待って、あと1個突破したらもう期待値1000枚の AT 入っちゃうぞこれ。大事な一面。救命は走ってこない。走ってきたぞ。そしてここでマミさんが転倒。チャンスゾーン中でも転倒するんですね。やばいやばい、攻撃されてる。さすがに買ってくれよ。は？ちょちょちょ、復活やろ。え、復活じゃないん。おー、びっくりした、焦ったということでいきましたね AT。 ははは、面白。やっぱりレア子役引いて通撃とかが効いたね。マギカフェスティバル。そして何これ、ハテナリリベ。ははは、何このリリベ。行くか。
マギフェスティ私の番回避率 50% で、あ、マドツーみたいなシステムこれ。そしてマミさん点灯、この2分の1のタコ当て全然当たらへん。はい、今調べたところベルの 33% の獲得らしい。これ全然獲得せんぞ。これは熱いんじゃないの。ダメ。マギカスタンプ1個貯めましたね。これ全然上乗せせんぞ。ゴール行くんやけど、これ行ったらどうなの。ここでベル引いたりとか、リプレイ引いたら熱いんちゃう。集中どうですか。おい行ってくれ。マジカルルーレット、キャラアイテムビッグボーナス、キャラアイテム赤いいの来い。キャラアイテム一番弱そうなやつで、マミさんゲットと、マギフェス22連目来ましたね。こいつの時になんとかしなかったアウトって感じやな。手に入れられない。でもマミさんがいるから変換するはず、前作と同じならマロツーと同じなら変換しましたね。そしてマミさんここ大切やな。頼むぞ、リプレイやけど、リプレイは必ず取るシステムか。だいぶこれ結構うまいでしょ今、周りの人の平均が知らんけど。そしてリリベープラスマギカスタンプ、さあ2回目のゴールどうなっちゃうの。いきましょう。ここはハズレを引く。9名1人だけですね。さっきいっぱいおったけど、キャラアイテムボーナスビッグボーナスマギカスタンプ、ここでリプレイとか引いたらいいんじゃない。マギカスタンプあと3つたまれば VS ですね。3連目、そしてもうここにいてますね。早い段階でマミさんとかがいるから大丈夫だと思うけど、マミさんを使って変換、仮によあいつがなんかしてきても 70% を返してくれってことやな。 5%75 まで来たよ。もう1周ゴールしたい。一応リプレイ引いとけ。どうですか、ナビなしやぞ。期待できるんじゃ。でも大丈夫やな、さやかがいてるから。こいつでいい、 OK、 ナイス。マミさんゲット。そしてフェスティバル3連目、めちゃくちゃしておるぞ。だいぶいいんじゃない。一応レバーを集中、こんだけしょった、しかも3つしかないで、いけ、なんかでたらめな声。ボーナスいただきましたね。ここで初めての AT 中ボーナスこの最初の画面だけでめちゃくちゃ遊べてる。ボーナス確定、いいよ。ビッグに主張大ビッグいただきました。こんなに順調でええか。ビッグボーナス、先ほど、あ、でもチャンス告知とかないんですね。マギカフェスティバル中はわけわからんけどめちゃくちゃええ感じやぞ。そしてレア子役引いちゃったぞ。スイカサヤカゲット、強っ。これでビッグボーナスが終わりと。ボイスは普通、フェスティバル4連目これは当てたい。惜しい。あ、でもゲットしてくれねえよ。あ、マミ、そんなパターンある。9名来たけど揃ったらどうなんの。揃ってくれ。ダメ。ちょ、ここリプレイ、サヤが使いたくない。いや、使うんかよ、やばいって。もうあとマギカスタンプ1個やのに、このクソ雑魚にやられる。助けて、これ結構持ってないやろ。終わったらでも 90% やろ回避率。子役で脱出、子役いいだろこれ。ただ 90% やからさすがに回避めっちゃ減るやん。減りすぎやろ。 25% プラス 5%30、 これ
めちゃくちゃ大事やな。当てたらゴールいけるもんね。真ん中か右か中やろ。あーやばい、運命分けるやろこれ。あー20、30%。おー、これは熱い。ちょっと待って、さっき右で外したか。真ん中頼む。うーわ、いけ3分の1。はあ、やられたじゃないから。え、待って、これで AT 終わりってこと、ひょっとして。あ、そういうこと。え、あれが AT の全てってこと。マジ、なんか終わってからなんかあるかと思った。そしてリリ強行の画面なんで多分大丈夫ですよね。 70% スタート。結構これ 70% これはきついやろ。まあ強行画面やったからここは大丈夫。これを5回やろ。7割5連って、もうそらパチンコでやってたらえげつないぐらい出たまで出てんぞ。1万発とか。戦いに集中しなきゃ。ここも続け。ダメ、攻撃によってやばいとかあるよな。これ多分強攻撃ですよね。さすがにきつそう。行ってくれ、間違って、行け。あいつに諦めんなよなあこれ。いや、諦めたら終わりよって、もう終わってるやん。諦めたら終わりも何もっていうのが一連の流れですね。あ、そうなんや。あのなんかその窓通みたいなシステムのやつが終われば AT が始まると思ったら、あれが AT なんやね。へえ、結構斬新なシステム。平均1000枚らしいけど270枚ぐらいで終わってる。もう一回当てていくか。これさっきから結構当選してるけどどうですか。 OK、 いきましたね。マドカチャンス。お、いきなりタコ当てか。4択右左流れいくわ、鉄板の。おこ、熱いんちゃう。 OK、 やはり右左中。リプレイ来い。え、だいぶこれ次当てたらなんかボーナス確定やろ。大チャンス来た、いけ。うわー、4択これは中左右や。うおー、当てた、うますぎやろこれがタク当てプロよ。ナイス。どのボーナスをもらえるんだい。面白い今の。ちゃんとエスパーであればなんとかなる。それがこの寝台窓マギ。リプレイ継続率、あ、緑いったぞ。結構食べたんちゃう。うわー、クソボイス。舞台装置の魔女。初回は1億6757%。惜しい。これ緑やからワンプッシュごとのあれか。これ1回プッシュで 90% 継続で 10% で落ちるとかそんな感じなんかな。お、79超えた。80、まだいく。いいんちゃう。 80% を5回継続やろ。俺から言わしたらもう 100% と同然。これもなんか初戦負けやったら恩恵とかあるんかもね。初代やったらなんかアルティメット確定とかあったよな。一戦目負けやったら。え、でも負けそうやでこれ普通に。何事もなく 80%。 ほらこれなんか恩恵ないの。一戦負けやけど。え、今度こそ。はあ、恩恵なしか。汚れたまるだけか。なかなか面白いダイヤな。お、チャンス目初めての。これはいったんじゃない。全長長いですね、ジャックレア役に比べたら。あ、これボーナス直接抽選してるな、強レア役。煽り方が違うもんね。やっぱ初めてのことが起こると楽しいね。え、ダメだったってこと。
あの俺の治安スメは全長なんかなくなってるけど、なかなかファンキーな台やね。これマジで初代作ってる人と同じ人が作ってる。これほんまになかなか演出バランス結構今までにない大レベルやな。ということで投資3万円ベル点灯。ベル引いて。お、え、何これ。押し順ナビベル引いたぞ。どうなっちゃうの。初めて引いたけど。おお、見たことない演出。絶対これ熱いやろ。しかもマドカが出てるっていうことはこれ復活やろ。え、あかんの。でさらにベル引いていく。次はもう2回目のベルの羽根つき勝負。こんなお前犬っころぐらいぶっ殺せって。早く何手こずってんねん。復活やな。オッケー。まあ、プチよりかはもうその遊んでる場合ちゃうからビッグで頼む。そう言ったらプチボーナスがやってくる。ここでなんか5連続ベルとか来た恩恵があるんやって。例えば15枚ベルを5連続したらなんか恩恵みたいな。揃えやなあかんねんて。ほい、継続率アップ。なんかボイス違うぞいつもと。どうなることやら。いつもと見ないセリフ。あ、終わり。チャンスゾーン行くわけじゃないんや。プチボーナスは何これだよ。せめてチャンスゾーン行ってくれよ。プチボーナスのゴミさがえぐいな。お、箱の魔女か。銀の魔女。え、強子やで。熱いんちゃうこれ。頑張れ強子、行ってくれ、行け。クソ雑魚が。頑張れよ、もうちょい頑張って。そして600ハマり。皆さん投資5万円目。この台はすごい台やな。999ゲーム行こう。で、おそらく揃った瞬間に汚れが溜まってた。汚れ解放なはず。解放してくれ。で、多分ダメよな。あ、いい、ありがとう。238枚。え、2000ゲームぐらい回して AT2 回やっと入れて2個とも200枚終わり。これはきついな、この台。そういうパターンもあるんか。しかもビッグやわ。俺全部初戦負けやねんけど。いや、諦めた終わりというか、もう諦めるしかないやろ、負けてんねんから。ビッグ来いよ。残念、プチボーナス。まあ当たるだけよかったよ。お、ベル2連してるぞ。さすがにベル5は難しい。このベルはダメなのか。絆の時も思ってたけど、オーレベルってある時のあの共通ベル来るやつ、あれセーフにしてほしかった。あ、待って、これいけるんか。セーフかこれ。やばい、これ多分熱いと思う。もう一回普通のベル引いたらこれ多分確定やぞ。やばいやばい、大チャンス来た。どうなるか分からんけど、いけ。あるぞ5連ベル。そして強固点灯。いや、いったやろ、5連ベルやで。なんかあったよな。そして汚れがめちゃくちゃ溜まっていく。どうなんの。え、5連同じベル引いたけどあかんの。あ、アイテムか汚れか AT。 あ、汚れ溜まったな今。汚れ中がなんか溜まってたよね。びっくりして。オッケー、行こう。これは突破するやろ。継続率70。いけいけいけ。80 91。 こんなん外したら楽ぞ。そしてレア君チャンス目。もうこんなんも 100% 突破みたいなもんやろ。追撃は確定やな、強レア君なんで。ここで追撃。あ、待って、これでも青の攻撃よな、これ昔あった1個だけとかなんかな。ああ、え、窓かでレア君始まってんちゃう、これチャンス目。やば、怖い引きしてんぞ。そう、引けないレア役ばっか引いてる。もう今度は確定やろ。
しかもスイカで追撃取ってたらチャンス目でさらなる抽選は受けてるわな。多分もうこれで確定ちゃうか。あでも弱攻撃やな。はい、あと一戦強行行ってくれよ。さすがに大丈夫、信じてる。オッケー、さらにレアク神引きやろ。あチャンス目引いた、確定や。すごっ、えぐないこれ。バトル中の俺チャンス目3回ぐらい引いてんぞ。行こうか、ナイス。恩恵ないんかな、ここまで引いたやつ。そしてゴールへたどり着く。これがほらほら、もうやばいやばいやばい、強化来ちゃった。これ取ったら純増4枚よな。超これ欲しい、強化めちゃくちゃ大切やろ。リプレイレバーオン、やつい、波なしやで、いけ。うわー取った、やばい取ったんやけど。強化モード発動中、子役揃いでアイテムゲット、15枚ベルをナビ外れで強行モード終了。これめちゃくちゃ熱いやろ。いいよ、リプレイヤーからセーフ。めちゃくちゃうまいうまいうまい。そして VS バス取った、うまっ。バトルか、お菓子の魔女バトル、これを倒したらすごいことが起きると言われてる。リリベ、ここのリリベって何かあってもいいやろ。いけ、ダメなんか復活。レア子役引いたのに大丈夫。まあでもここであれやもんな、ゴールやもんね。強固持った状態でここ行ったらどうなんの。ボーナス、うまいうまいうまい。3連目のボーナス始まってるな。曲パチ回避扱いのよ、15枚ベルめちゃくちゃ強いやん。待って、なんか夜ステージやねんけど、これ何、しかも敵こうへんしな、ゴール確定とかやろこれ。 10% アップ、灼熱やろ。さらにマミサイコ取る、やばい、絶対この AT や、俺が伸ばすとしたら。そしてゴール、ゴール、報酬くれよ。そして7連ゴール、マギカスタンプ、ちょナビないって頑張れ。ちょ30は無理やろ、でも奇跡起きろ。あーそらそうか、終了背景なんかちょっと変なやつ。こっから引き戻しですね、頑張るわ。あれここで引き戻したらさどうなんねやろ、その9戦目からちゃんと続くんかな。 50% とかある。7割最低じゃないの。おおナイスナイス、はい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 、オッケー。これ奇跡ある、ひょっとして。あと2回勝てばいける、チャンス目引いたら多分確定よな。欲しい時に欲しい子役が欲しい。おい強子が喋ったぞ、頑張れ頑張れ頑張れ。うおーウーファーなった、リリベでウーファーなってんけど継続確定よな多分。だからリリベで書き換えたってことか。オッケー、あと1個やぞ。しかもこのリリベで追撃とかあるんちゃう、ウーファーなるってことは。レインボー来た、オッケー、うますぎやろいったわAT 引き戻したやが、すごないこれ、神引きやろ今の。もう神がこの AT では伸ばせって言ってるわ。1日目のゴール、強固中にゴールですね、ボーナスナイス。これで4連目取れ、取るんやな俺は。もうなんか取っとけ、うまい、いったぞ。ラストバトルやろこれ、そろそろ買ってくれ。は？そもそもバトルしないとかもある、ちょちょちょ意味わからん。いやしか負けたし、ちょ4分の1、はあ、ちょ今のバトルいかんかったせいやろ。
あれバトルいかんとかあるんや。まあもう一回引き戻すか。オッケー、やばい、マジで天才や。キャラアイテムマミさんゲット。何くれのキャラアイテム3連目でさやが青カットになんか遅れた気したけど気のせいか。うおお、揃う。やっぱ遅れたんかな今の。マギカスタンプ、マギカスタンプ、ビッグボーナス金よ。マギカスタンプ、あ、キャラアイテムなんや。サヤカゲット、キャラアイテムか。サヤカ、え、やばい、めちゃくちゃいいの来る。サヤカらマミやら。え、ホムラ来た、初めて取ってみたい。これどっちも欲しい。これそれうまい、こっちも欲しい。いやー4択来た。これ大事よな、右左中を信じたい俺。このデメ好きやから。いや確定やろ、うますぎ。ドットはホームラン、右左中をやっぱ信じるべきは。レインボーやで、なんか元からやったっけ。元からレインボーか。もうテンション上がりすぎてわからん。マギカスタンプ、ホームランを取って、お前さやか1、さやかさんマミ1、ホームラン1やぞ。俺すごいことやってんじゃんこれ。ええー、の来い。マギカスタンプ、キャラアイテム25%取っちゃえ。ダメ、4択は右左中やろ。くっそ、 65% 取れ。うーわ、ここでホームランってちょっともったいなくない。1ゲーム前ホームランやねんけど。マギカスタンプ、これだいぶチャンスやろ。15枚ベルでもいいもんな。いけ、15枚ベルのイメージ。うわ取ったやろ、これいきましたよね。ナイス、え、めちゃくちゃ熱いやろこれ。委員長のマジバトルいったやろ。一応レバーを集中しとくわ。勝ったやろこんなん。しかも15枚ベル引いてんと、一応追い打ちで。いけ、オッケー、勝ったわ、初めて勝った。どうなんの、マギカフェスティバルプレミアム来たぞ。おい、マギカフェスティバルプレミアム入った。2択、4択外れる。あ、外れても 5% もらえるのか。当てる、何このプレミアムって。え、しかもめちゃくちゃ4択当たんねんけど。これあれ最強特化ちゃう、なんかスペシャルとプレミアムってさ、このプレミアムって多分最強やな。これやばいんちゃう。待って、これスペシャルが多分エグいよな。おい、これガチ神回やろ。どういう継続の仕方するのか分からんけど 97% ループなはず。どっちか、どういうループすんのやろな。これが続くってこと？え、こんなん絶対完走やろ。あ、終わるから去る。いや、まだ続くやろ。オッケー、やばい、このスペシャルガチでカビかいや。ちょ、これガチでカビってる、えぐい、バグってる。これ最強特化やろ、続くやろこんなん。はい、えぐい、えぐい、えぐい、うまい、ガチでやばい。え、 97% 終わり。12個ゲットで終わった。ちょっと少ないんちゃう、これたった12個だけで終わったぞ。平均多分30個ぐらいキャラゲットやろ。まあええわ、入れたことがすごい。いいよ、もう一回入れたいだけやろ。キャラアイテムマミさんゲット、大喜利プレイ。キャラアイテム、さやか増えた、マギカスタンプ、リリベイド、やばっ、マギカスタンプ、そう、 AT が終わらせに来てる。最後こいつを倒したら20連目取れるな。こいつに勝つか負けるかよ。いけ、 25% いけ。あー、リプレイ、サビなし。 30% いってくれ。
さあ、まあよう出たか。2200倍、こっからまた引き戻そうぜ。ダメか、よう頑張った。2200倍入れましたね。めちゃくちゃ頑張ったわ。ほぼプラマイゼロまで来たもんな。だから次はあれよな、汚れが溜まってるからさ、その汚れを解放させるゲームや。ピンクで頼む。間違って、やっぱそうか。あれを特化ゾーンの扱いにしてないんやろ。え、チャメ引いて、え、待て待て、チャメ引いて仕方された。レギュラー中、おいおい、俺のチャメどこ行った。強烈やけど、プチボーナス中のチャメってなんなん。フル仕方されてんけど。まあそういうのもあるってことね。オッケー、中右左、ナイス。中右左や、もう一回。え、やばいんやけど、なんなんこれ、怖いって普通に。右左中、やばそんな簡単に当てれるこれ、すごない。よし行きますか。これはビッグ確定やな。こんなんやってたらハマらんわそりゃ。これはハマらへんわ。行くか。はい、レア子役準備中。レア子役ぞ。ジャクチェリーなんか OK やってる。 80% はい、どこ、え、89。 レア子役引いたからか。これはもらったらさすがにテンション上がるわ。 OK、 ナイス。もう一撃、あ、準備中のレア子役の分やなこれ。オッケー、あと2つ、さすがに絶対いける。これで無理って言ったらもうマジ苦情もんやからな。あと2回を 89% 通すだけやろ。これはもろた。あるぞ、この AT でプラス息あるぞ。しかも病んでる背景なんでチャンスアップらしいこれ。いや復活やな、大丈夫さすがに。オッケー、もう怖いって。もう一撃、何も引いてないのに、すごっ何にも引いてないのに行きましたね。よし、期待値1000枚の AT やるか。いやーやばい、 50% 取れよ。はぁ、黙れ。面白いこの窓脇。おいー、なめんなっちゅう話よ。ボーナスくれ、せめて。チャンス目引いてんけど、ホームラン来てる。どうなんのこれ、強烈薬引いたぞ。やばい、ビッグボーナスはキャラ、こんなも絶対ビッグボーナスやろさすがに。ナイス、うまっめちゃくちゃうまいやろ今の。始まったな。しかもチャメやから、なんかビッグ以外のとてつもない恩恵もあったらどうかな。それはさすがにないか。うわ来た、え、ほんまに来たよ。エピソードボーナス来た。もう何も怖くない。これ汚れなんかな、汚れなのか、それともあのチャメで引いたからなんかな、どっちなんやろ。まあ通常時で戻ったら分かるけどね。今現在2423枚、まさかこの台で5万円戻ってくるなんてな、誰も予想できない展開になってる。そろそろやばいよな。25番、取れ、取らない、ナビだよ、行ってもいいや。ロー、オッケー。とりあえず1人目は倒して2人目も倒さなか、レバーね。いいよ、ナビだよ、あるや。ロー、やばい、うるせえ、俺は最強や。ロー、やばい、55%、いけ。いや終わった、だいぶ頑張ったやろこれ。めちゃくちゃ頑張ったよな。終わりか。え、何、今度こそワルプルギスの夜をこの手で。なんか聞いたことないセリフやな。え、でも十分出たぞ。
今手持ち3200枚あるんだよ。ずっと100で当たってる。しかもゲーム数からビッグ確定らしい。ほら、オッケー、当たりましたね。30は無理や、さすがの俺も。そらす。でここからが引き戻しゾーン、結構面白い。70にして60、リリベ引いたよ。でこれが点灯してる間はリプレイがチャンスと。さやかやったらリプレイとか、京子やったらなんかベルとかも、チェリーも熱いと。レア子役扱いになります。マドカ結構俺面白いと思ってる、俺はね。さらにでホムラ来た、やば、全子役、これやばない、初めてホムラ来た。リリベ引いてんけど、これどうなんの、ホムラ中の多分続くよな。やばいやばいやばい、これ始まってる始まってる、ホムラやから追撃も来ると思う。ほら、めちゃくちゃしかもまだこれ多分引き戻したやろ、あと1個やぞ。しかもレア君引いてんけど、やばない、強チェリージャックでもこの勝つやろ。中攻撃窓か背景やったからな。いやこれ立ってくれ、引き戻せ。いや復活も一応あります、復活やろこれは。ここで食い止める、はぁ、えぐいな今の。あれ絶対突破したと思った、さすがに今のえぐいわ。こいつは厄介そうじゃんな。お、ピック来たぞ、はい、無事突破と。うますぎやろ、 AT 入れるのやばない。俺今日これ多分通常時から7回目ぐらいで、しかもこれキャラバスやばすぎる。 OK、 強子だけ取った、一番今いらんやつ取った。いや多分準備中のレア子熱いと思う、なんか変なこと起きる、俺の実戦上やけど。ただなんかレア子役引いて外れたっていう人もいてるんで分からんけど、うまい、強子2つある、いいよ、これめちゃくちゃうまないか、ダメ。ただそこ、ここからさらに、あ、背景なし出てる、これホムラや、やば、取ったわ、うますぎ、ホムラ取ったぞ。これなんか AT レベル高ない、なんかおかしいぞ、さっきからキャラマスとかボーナスとゲット、マジで始まったぞこれ。ほらもう強行来てる、これ絶対熱いやろ、こんなに強子こうへんぞ普通。強子も取るか、しかも敵おらへんし、いいよ、取っちゃえ、お、もうこれ確定や、オッケー。しかもチャンスでいいてんけど、強子プラス強、強子プラス強子とかあんの、これすごいことなってきたぞ。これ子役引いてる、しかも VS、 これさ強子中の VS とかめちゃめちゃ熱いやろ。いやベルでも25倍ある、委員長言ったんやけど、これ勝ったやろ、多分特化取ったぞこれ。ほらもう取ってるわ、うますぎる、ナイス。でスペシャルかプレミアムの特化やと、プレミアム来い、見してみろスペシャルか。まあこれ今の時点で結構バグってるからな、だから多分プレミアムって相当薄いんやろな。はい、いよいよいよ、あの多分プレミアムバグってたやろな、うまいうまいうまい、このとこからすらまあまあ強い、いいよ、はい、 60% 継続続け、ダメ、いい、でここから強行スタート、 OK、 マギカスタンプナビなし、あったんや、75いけない、え、ここでホムラか。で夜背景ですね、間違ってボーナス来い、間違えない、あと2個やな、スタンプ食べたいそれ、あーやばい、頼むリプレイ、くっそ
そう、まあ95はいけるわ、これはいけるけど次がやばい、あと1個それぐらいいってくれ。レア500食べた、 OK、 ラストチャンス頑張るぞ。リプレイレバーオン、ナビ出てもだから 25%、 あー厳しい。中身左、くそ25は無理や。ここはボイスないか、復活もない、必ずあなたを守ってみせる、あまり聞かへんセリフや。天井行っても AT が確定じゃないっていうことが恐ろしい。今手持ち2700万や、天井行ったらマイナス、ちょうどもうだ、アイテム何もないもん。お前こんなん清掃行くのに木の棒一本で戦うようなもんやろ、勝てるわけないやこんなん。これで天井行ったとしてもワルプルギスなんか倒されへんやろ、倒したらもはやびっくりするもん。それで行きますか、まあまあ汚れ解放の可能性もあるけどね、天井なんで。汚れ解放してくれ、これはもうほんまにネタ抜きで8時やし、行け、セリフはなしよな、頼む解放来い。あー終わった、ただのビッグボーナス、復活やろさすがに。えぐっ、マジかよ、かなり厳しい展開になったな。100路ゾーンや、ここが夕方背景で煽ってるぞ、しかも右選ばれてる。お、行けばタコアス、実戦上ゲーム数からあの変なステージ行ったら当たってるんですよね。で多分行く、強行やのに外れで、外れやったからもらったぞこれ。俺の中で今 95% で当たると思ってる。え、全長終わった、強行で外れやったのに、お悲しい、期待したのに今またこれ天井や、助けてくれ、もう次天井行ったら出ればなくなる。ちょ気合い入れろわ、このままじゃあかん気にする。飲み物がある、俺水飲んでたやんさっきまで、それが良くないやん普通に考えたら。買ってきたぞ、ミックスジュース、 CC レモン、これしかないやろ、これで絶対いけるわ、絶対これで今から奇跡の引きが起こる。ほらほらな、来た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 、ビッグコイン、いけ、よっしゃ、オッケー、みんなエピも取ったわ、強固ですね。何個や、さやか、さやか3個、うまっ、強固よりさやかの方がいいからなこの場合。いやむずいよなそりゃ、ここからチャンスゾーンがあるから。終わったか、あー面白かったな。お疲れ様でした。朝一ね、速攻5万円負けから、そこからね、怒涛の巻き返しで3700枚出すものの飲まれて、最後はさらにまたちょっとやり返すけど若干マイナスで終わりました。またね、まだ巻き打つ機会あったらその時はね、しっかり勝てるように頑張りたいと思います。チャンネル登録やってない人はチャンネル登録頼む、本気でまだまぎ配信やってるからね。ということでお疲れ様、バイバーイ、お疲れ様。